京都のパブリックテニス宝ヶ池所属の高校2年の加藤美優です。先週は岐阜に行ったんですけど、ダブルスのワイルドカードをいただいて、1回戦が一時ってあったんですけど負けてしまって、で今週はシングルスのワイルドカードをいただいて、今週では簡単には勝てないとは思ってるんですけど、できるだけ自分のベストを尽くして、精一杯のプレーをして、一緒でも勝ちたいと思います。この大会が終わったら、フランスのローラン・ギャロスのジュニアに出るんで、その大会でも、1回でも多く勝てるように頑張りたいです。